来月3年ぶりに行われる高橋市の備中高橋松山踊りに向け、踊り手たちの練習が本格化しています。週2回午後7時から行われている練習には、一般の人の手本となる踊りフレンズのメンバーらおよそ20人が参加しています。備中高橋松山踊りは岡山県下三大踊りの一つで、県の重要無形民俗文化財に指定されています。400年近い歴史を持ちますが、新型コロナの影響で2年続けて中止となり、今年は3年ぶりの開催となります。練習会場では参加者がゆったりとした動きの地踊りやテンポの速い八頭踊りを繰り返し汗を流していました。皆さんに本当に3年ぶりに松山踊りをしっかりね、楽しんでいただきたいなと思っておりますので、踊り手自身も楽しんで踊れるように、人の2年間日が消えたような感じでしたから、ぜひね、盛り上げていきたいと思っております。備中高橋松山踊りは来月14日から3日間 JR 備中高橋駅前大通りで行われ、街は踊り一色となります。